あのうつ城の戦いは、慶長5年8月24日に、あのうつ城をめぐって行われた戦い。関ヶ原の戦いの前哨戦の一つである。富田信隆を救う妻慶長5年、富田信隆、若部光義、古田重勝、稲葉道東ら伊勢の諸将らは、徳川家康の合図性抜に従軍していたが、西軍決起後の小山表情で、家康に寄り木することを決意し、 下月小山から急遽帰国し、西軍の到来に備えた。富田と文部は同行して、伊勢湾を船で横断しての帰国を目指したが、西軍方の久喜義高の船団に捕捉されてしまった。しかし、詳細は不明だが西軍に味方すると言いくるめたらしく、二人は伊勢国に上陸することができ、ひとまず各自事情に帰還することができた。 西軍の大軍が伊賀方面から伊勢に進出してきたため、文部は貨幣で事情を守りきれないと判断し、富田のあの津城にて共同で西軍を迎えることとし、加えて古田重勝にも援軍を要請した。富田は関東にあの津路城の件を伝え、急ぎ家康に成城してもらうよう要,要請しようとしたが、久喜吉高が会場を封鎖していたためにこれは叶わず、 伊勢の貨幣な東軍諸将は、それぞれが孤立したまま西軍を迎えることとなった。富田の兵、文武の兵、さらに古田重勝からの援軍500を加えても、あの津城に籠城する東軍は1700という劣勢であった。対する、毛利秀元、長塚正恵、安国寺恵計、鍋島勝重、長祖壁森地からで構成された西軍は、総勢3万に上った。 8月23日より小競り合いが始まり、8月24日朝より、毛利秀元、長塚正恵、安国寺衛系ら一万余旗が、北のあたご山から、西、南方からの包囲も狭めて、本格的な合戦に突入した。若部光義吉は手勢を率いて、敵を迎え撃ち、毛利家臣の志士道元継と一騎打ちを行い、双方重傷を負った。 富田信孝も自ら槍を振るって西軍に当たった。信孝が村がある敵兵に囲まれ、危機一発となったところへ、一人の若武者が救援に駆けつけ、信孝は辛くも城へ生還した。美にして、竹しなり、こと急なるを危機短期にしていず、鎧かぶと戦霊、奮前将、まさ、周回目属す、ついに、信孝を、福、とある、この武者は、信孝の妻であった。 富田、分けべらの老城方は検討したものの大勢に、無勢であり消耗を激しく、ご詰め、救援の見込みもないことから、8月25日、木敷用後が仲介となって、西軍との和平交渉が成立し、あの津城は開城。信鷹、三吉は共に、一神殿の泉修寺へ退き、三吉と信鷹は停発して、高野山に登った。 吉川広家は黒田長政を通じて家康に内通し毛利領の安土という密約を取り付けていたがこの戦いでは毛利勢が主力として奮戦したため黒田が一時顔色を失うこととなったまた鍋島勝重はこの戦いの後東軍に加担した父の直重の急死により西軍を離脱した関ヶ原の戦い後富田信隆と若部光吉は家康から この牢城船の功績を認められ、丘陵の安土の保海瀬国内に、富田は2万国、文部は1万国を数をされた。戦後、富田は、戦災で被災した津の城下町の再建に努めたが、住民も疲弊しており、作業ははかどらなかった。慶長13年、富田は、伊予宇和島城に天保になり、津城下の復興は、伊予今治城から天保してきた。 東道高虎に引き継がれた。和けべ光つは、獅子どとの一騎打ちの際に受けた脇腹の傷が悪化し、翌慶長6年11月29日に死去した。ありがとうございます。